俺たちのジャパンへようこそ。最近は大谷翔平選手の話題は絶えませんね。テレビをつけるとスポーツニュースだけでなく幾度も見かける存在になっています。野球に全く興味がなくとも日本では知らない人はいないのではないでしょうか。アメリカでもベーブ・ルースを超えたと称賛している人も少なくないとか。グッズの売り上げもすごく、全体の 23% を大谷選手だけで占めているそうです。ユニフォームのオークションでも他の選手は40万から60万の取引に対し1200万以上の値段をつけているとか。今回のお話はそんな大谷選手に憧れるアメリカ人少年のお話です。彼は野球チームに所属していますが、チームメートとの仲がうまくいっていないようです。そんな彼は大谷選手の行動で自分を変える決断をするのですが、それは大谷選手のどんな行動だったのでしょうか。では最後まで見てご確認ください。俺はアメリカ人、15歳だ。中学の野球チームに所属している。チーム内ではエースで4番、しかもキャプテンという漫画の主人公みたいな立ち位置だ。当然チームメートからは常に信頼と期待を浴びている。俺はそのプレッシャーに応えながら生きてきた。打率はそんなに高い方ではないが、ここぞという場面では常に打てることができた。そう、俺はプレッシャーに強かったんだ。俺はこの年齢ながらすでに一流の選手を自負していた。今日の試合も俺のサヨナラホームランで勝利を収めた。どうだ、見たか、俺のバッティング。俺は自慢げにチームメートに言った。さすがですね、いつも助かります。投げてもよし、打ってもよし、まるで大谷翔平です。大谷翔平か。俺はアメリカ人だが日本人の大谷翔平に憧れている。過酷なメジャーリーグの世界、二刀流で出場しているのも信じがたい。しかも結果も出している。俺も将来はメジャーに行き二刀流で活躍したいということを普段からチームメートや監督に豪語している。監督はそうかと聞き流すだけだが、チームメートはひたすら俺を持ち上げる。俺はそんな自分に酔っていた。そして同時にチームメートのことをバカにしていた、というより下に見ていたんだ。俺は常にチームメートに俺の足を引っ張らないでくれよと態度だけでなく口に出して言うこともあった。実力がないやつは実力があるやつの引き立て役でならなくてはならない。チームメートに華麗なプレーを求めているわけではない。しかし無様なエラーや三振を俺は許さなかった。俺はそんなやつに厳しかった。そんな俺の厳しさに野球チームを去ったやつもいる。そんな俺に対して監督は険しい顔で俺を睨みつける時もあった。俺はチームのためにやってるんだ、誰にも文句は言わせない、そう思っていた。試合の帰り、小さい男の子が数人俺の前にやってきた。お兄ちゃん、サインちょうだい。色紙をそれぞれ持った子供たち。子供は敏感だ。アメリカでは将来スーパースターになり得るかもしれない人物のサインを欲しがる子供は多い。俺は荷物を下に置き心よくサインした。つい最近大谷選手がそうやってサインしているのをテレビで見かけたからだ。一流のプレーヤーはファンも大事にしなければいけない。二人目の子のサインをする前に飲みかけのスポーツドリンクが邪魔になり、俺はゴミ箱をめがけて放り投げた。しかしそのペットボトルはゴミ箱には入らず道路にコロリと転がった。俺は軽く舌打ちをし適当なチームメートを指差し言った。おいお前、ゴミ箱に捨てといてくれと。チームメートは黙ってうなずきペットボトルをゴミ箱に入れてくれた。しかしサインを求めて列を作っていた子供たちは全員いつの間にか消えていたんだ。俺は状況が分からず困惑したよ。だが
俺はすぐに面倒が減ったとその場を後にした。俺は思っていた、ゴミを拾いゴミ箱に入れるなんて三流のやることだ。一流がやることではない。一流は一流の仕事に専念すればいいんだとね。ある日、俺は練習時間の30分前に練習場に着いた。いつもは時間ギリギリに着いて練習を始めるのだが、今日は珍しく早起きをし軽くランニングをしてきたのだ。練習前の準備は俺以外の三流のチームメイトたちがやることだ。俺みたいな一流の選手は練習だけに集中すればいい。いかに速い球を投げて、いかに鋭いスイングをするのか、野球技術をひたすら磨く、そのことだけを考え、俺は練習に挑んでいるからだ。この考えに迷いなどなかった。俺はユニフォームに着替えようとクラブの部屋のドアノブに手をかけようとした時、中から大きな声が聞こえてきた。監督、もう僕はキャプテンについていけません。俺の球を受けているキャッチャーの声だった。僕もです。キャッチャーのセリフの後に次々と同じセリフが山彦のように俺の耳をついてくる。この部屋の中で何が行われているのか、しばらく俺には理解できなかった。はっと我に返り、俺は思った。チームメイトのみんなが全員で俺を批判している。なぜだ、なぜ俺は批判されている。俺は今まで数々の勝利をチームにもたらしてきたではないか。何が不満だというのだ。感謝されることはあっても非難されることは何もないはずだ。そこで沈黙を守っていた監督が口を開いた。みんなすまなかった、私の指導不足だ。そのセリフは俺を非難しているチームメイトに同調した謝罪に他ならぬものだった。俺はその場にいられなくなり、急いでその場を去った。その日、俺は初めて練習をサボった。家に帰った後、俺は何もする気が起きず、ただぼーっとテレビを見ていた。くだらないコメディアンが縦横無尽に動き回り、ひたすらくだらない芸をしている。いつも笑って見ていた番組だが、俺はにやりとすることもなかった。そんな感じで番組が垂れ流しのように俺の目の前を流れていく。すべてがどうでもよくなっていた。そんな時、ニュースで大谷翔平が取り上げられていた。大谷選手がフォアボールで一塁に向かって軽く走っていた。見慣れた光景だった。しかし大谷選手は驚きの行動に出たんだ。何やらゴミが落ちていたらしく、それを拾って自分のポケットに入れたのだ。するとその行いを見たテレビの解説者は拍手をする。大谷選手は振る舞いも一流だ。そう言って拍手はしばらく続いた。大谷選手は何事もなかったかのように一塁を踏んでいる。彼にとっては当然の振る舞いなのだ。俺も自分でペットボトルをゴミ箱に捨てていたら、サインを待っていた子供たちは待っていてくれたのかもしれない。あの時はゴミ箱の周囲に数本のペットボトルが転がっていた。それも集めてゴミ箱に捨てていたら、子供たちは俺に拍手してくれていたのだろうか。俺は大谷選手の何気ない行動に感銘を受けた。ただでさえ打てずにフォアボールでイライラが溜まっていた状況だろうに、その後にあんな行動が自然にできてしまう。俺は本当の一流の姿を目撃した。俺は急いでユニフォームを取り練習場に走った。みんな聞いてくれ。俺は練習場に着いたと同時に全員に呼びかけた。そして全員を前に頭を下げた。チームメイトたちはどよめいたが、俺は言葉を続けた。野球はチームプレーなのに俺の足を引っ張るなと個人プレーに走っていたこと、チームメイトや監督の気持ちを無視していたこと、自分が捨てたペットボトルを拾わせたこと、俺は少しでも思い当たることを思い出しながら次々と謝罪した。謝罪を自分の口で出すと、今まで俺はこんな三流な人間だったのかと
自己嫌悪に至り始め、涙が溢れてきた。もういいんだ。よく自分で気づいたな。いつも無口な監督が俺の肩にそっと手を置き、謝罪を続ける俺を止めた。そんな監督も自分にも責任があると一緒に頭を下げてくれた。チームメイトはただ驚いていたが、俺と監督の謝罪を受け止めてくれた。真の一流になるには野球がうまいだけではダメだ。普段の振る舞いと他者の気持ちを考えた行動を俺は心がけるようになった。そんな思いを胸に、俺は今日もバットを振る。さすが大谷選手、ゴミを拾っただけなのに少年の気持ちを変えてしまうとは。人はうまくいっている時ほど周りが見えなくなるのかもしれないね。スーッといなくなる子供たち、すぐさまこいつは一流じゃないと感じたんだろうな。子供の反応を見て、大人たちは勉強すればいいよ。大谷選手を目指す少年は日本だけでなく世界中にいるのではないでしょうか。野球の技術だけを磨いているだけでは大谷選手みたいにはなれないと、この動画で気づいてくれれば本望です。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄にお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。